はいなまんだかお天気がはっきりしませんけれどなんだかあの台風がね、えー、近づいてきてるようでございまして本来ならば明日ね、えー、立川はあの花火大会なんですがどうやら強風のためあのやっぱり風があってもダメみたいですね。 で一応中止とといいううことのようでございます、ねまあ一,度一応、えー、当日ね、えー、昭和記念公演の花火大会ね、えー、あのホームページであの当日に確認してみてくださいということですがあの今日駅の方の,あのアナウンスでね、えー、明日の昭和記念公演の花火大会は ののため一応あの中止といいうお話でございましたもう3年続けてなんだか中止がね、えー、続いてるような気がするんですがね、えー、まあその分ねまた秋の花火に期待をしたいと思いますね。あ実はですね、えー、そんなお話ではなくって、えーまあ、夏休み私も、まあ、7月8月夏がねちょっと苦手なので予定を全部ねあの 入れないようにしまして、えーまあ,よあのどうしてもという方9月にね、えー、ずらしていただきまして、えー、なのであのこういう時じゃないとお友達はね、えー、娘とね会うことがあまりできませんので最近ね、えー、頻繁に昨日もね実はあのお友達グループと あのカラオケに行ってきました。そこはねちょっとね配信はできませんでしたけれど結構楽しくやあの遊んできましたカラオケで発散してきました。で今日はね、えー、娘が用事でこちらの方に来ましたので、えー、一応ねお茶をしようということでお茶をしてその後にあのにちょっと島村で見たいものがあるということでああじゃあちょうどいい私もね、えー、この間生前整理をしたのであの 上に着るね、えー、T シャツか何かが欲しいなと思ってたんですね何もなくあの結構枚数がなくなってお出かけする時のお洋服がなくなっちゃったんですね羽織るものはあってもあの下に着るものがあのちょっと少なくなってきましたので、えー、それで島村さんと、えー、それとあの私の近所にはねまあそんなに大きくはないんですがモールがありまして。 えー、そちらの中にある島村さんとそれからもう一つはハニーズさんでね、えー、それぞれ1枚ずつね、えー、T シャツを購入してきましたまずそれでは、えー、島村さんのね、えー、T シャツから紹介をねさせていただきたいと思いますえー、っと島村さんの T シャツはあの今日ねあの全体的に あのセールをされておりまして、安くなってたんですよね、えー、それで私が購入したのは、えー、こちらでございますね。はい、ティアンシサーフデザインの t シャツですね。これおも面白いと思いません。あ、もうお値段はね。見えておりますけど、本来はこれね。確か1000いくらだったと思うんですね。1500円ぐらいだったような気がしますね。もともとはでね。私が好きなの。この首が詰まっあの。 ねえー、きちっと首に沿っているということでございますね。でこの前のデザインご覧になってみてください素敵でしょう手書きの筆文字みたいなねアルファベットで T&C サーフデザインということで,でそこに、えーまあ、あのこのねサーフデザインのロゴとその後ろに龍が、ね、私龍大好きなんですね。えー、で,で前がこれなんですよ。 後ろ <laughs> すごい <laughs> まあ私は見えてないからいいんだけれど <laughs> はい後ろこんな感じ <laughs> すごいでしょね派手だよね、えー、だけどもう龍がねガッといてなんだろう 守ってくれてるような感じがしましたので、で紺色というのもね、えー、気に入りまして、グレーとね、他の色もあったんですが、やっぱり紺色ですよね。えー、ちょうどね、お尻がね、えー、隠れるぐらいの丈感でございますね、えー。なのでまたね、こちらはね、コーデでまたご紹介後日したいと思いますね。えー、これすごく気に入りました。お値段ね、ほんと900 80円でございましたからね本来は1,000いくらしてたのが980円島村さんが安心価格ということでこれ消費税込みのお値段でございますねそれともう一これねちなみに紳士物で M サイズでございますねこれ M, M ってあこ,こです、ね、こちらは紳士物の M M サイズを購入いたしました私なぜかね T シャツは新しいもが好きなんですねあのデザインと、えー、生地とお何でしょう丈感って言うんですかそういうのがねしっかりしてるので不審物はなんとなくペラッとしてるような感じなんですよね、えー、なので私はもうどうなんかね、えー、T シャツと言ったら新しいもですね えー、まあ一応ね、えー、それともう一つハニーズさんハニーズさんこちらは紳士紋じゃございませんけれどあの T シャツ T シャツしてない T シャツだったんですね、えー、それで、えー、とてもなんか着心地が良さそうでしたので、えー、購入してきましたはい、えー、こういった感じですね、えー、ちょっとねあのブラウンな感じでちょっとねなんでしょう 抹茶色ではないのでちょっと薄めでございましてね、えー、まあネックもねそんなに空いてないのでこんな感じでね、えー、そんなに空いてないと思いますんで、えー、前ポケットが左に胸ポケットが左に付いておりますねお袖はあちょっとフレンチ袖になっておりますねで、えー、今さっきからチラチラ見えていると思いますがこちらね後ろが異素材なんですねこんな感じ チェックのねギンガムチェックのね、えー、生地で後ろはこんな感じで、えー、作られていたのであいいなと思ったんですねで竹、えー、が前よりか後ろの方が、まあ、これだけ長いので、まあ、こちらは多分ねお尻はねあすっぽり隠れますね前だけでも、えー、隠れそうなんですが 後ろがね長いことによってご覧になれないかな <laughs> あのまあこれはね一応あのまたコーデでね、えー、紹介をねさせていただきたいと思いますねであのよくね、えー、皆さん島村でとかこういった買った時の 値段もそうですが番号も教えてほしい <laughs> ということだったので、えー、一応ねああこちらのお値段はもともと1480円が980円ということで、えー、こちらもねすごいお得になってましたので、えー、購入いたしましたなんかね、えー、お値段の割にはしっかりしていて気やすくってサラッとしていてね、えー 生地はあの薄いですけけれど透け感はないですね、えー、なので後ろはまあ,あの銀ガムチェックの布になっておりますけれどあまり透け感っていうのはまあ後ろなので前ではないので、えー、一応ねキャミソールいきますからねあの大丈夫かなと思いますね、えー、そしてえー、っとそうあの番号ですね 商品番号というのをね、よく教えてくださいっておっしゃるので、一応、あのね、えー、こちらですね、えー、519134951、こちらはハニーズさん、これ M サイズですね。ハニーズさんの M サイズで購入しました。これは婦人モンですよ。ねえー、そして、えー、こちら、こちらの商品番号が、 えー、島村さんの T シャツでこれどちらを読み上げたらいいんでしょうかね、まあ、一応写したら方がいいでしょうかねはい、えー、こちらでしょうかね番号はどこっちじゃないですよねこちら側かなえー、っと049062 04906にちょっとピントが合ってないかなどうなんだろうということですね、えー、で合ってると思いますよね多分こちら側の番号だと思いますねあそれともあこちらかなこちらなんでしょうかねもしこちらだったら 二ゼロ二の一一二二ですね。二ゼロ二の一一二二ですね。こちらの番号だったら、そうですね。ということで、あの、まあね。 参考に、ね、なささってみてみくださいこれ私すごく気に入ったんですが後ろから見るとこれお祭りの時なんかよさそうですねそれこそ花火大会とかねでまあ立川の花火大会は残念ながらね中止になりましたけれどお祭りの時なんかだったらこんなの着ていてもハッピーのようでよくないですかねなのであお祭りだから着てるのかなってそうでなくても着ますよもちろん着ますけどね。 えー、こちらの番号はあ先ほどのであってると思いますね。はい、あそうこちらね、UV カットされてる生地だそうでございますね。えー、なので、この2枚のね、えー、T シャツがあれば、あこの夏はあなんとかね、えー、乗り切れそうでございますね。えー、これ、ちょっとなんか、秋口も切れそうですよね。下にちょっと長袖 とかタートルみたいなのを着て重ね着で着られそうでございますねなのでまたこちらもねコーデでご案内をねしたいと思いますねということで本日は近所のモールでと島村さんと ハニーズさんでそれぞれお安くなってましたセールになっていましたので T シャツを1枚ずつ購入してきました皆様方いつもなりわのチャンネルご視聴していただきましてありがとうございますまたお会いいたしましょうなりわでございましたでは